時刻は10時を回りました。いらっしゃいませ。セせみゅレストランへようこそ。今週も頑張ったあなたの心を癒したい。ともよと中内卓のせせらぎないとミュージック。 明日からの元気を注入しますはいこんばんは中内拓真ですこんばんは智也です今週も始まりましたせせらぎナイトーミュージックの実感ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますいいはいということで今日も元気にやってまいりましょうどうしたのちょっと気合入れていこうかなとなるほどいいことですねついのじめじめを吹き飛ばすようにそうだねはいうん、そんな気持ちでいきましょう噛まないようにねはい空回りしてねはいはい 落ち着いていきたいと思います。落ち着いていこう。はい。はい、はい。ということで、本日もスカイウェイブ FM 形成ローザスタジオより公開収録でお届けしております。はい。え、ツイッターアカウントをお持ちでしたら、ぜひ、アットマーク、sese, myu、アットマーク、せせみをつけて、つぶやいてください。うん、リアルコメントお待ちしております。はい。そして番組の最後に先週のクイズの答え合わせいたしますので、うん、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい。 それではセセミュレストランということでお料理始めましょうかはいまずは前菜のお時間ですはいこのコーナー最近あったことを話していくんですがはい、はい、中内パイセン何かありましたえーっとですね、うん、5月末の話になっちゃうんですけどはい。えー、東京ハンドクラフト、うん、ギター、うん、というのが イベントがネインに必ず一回開かれてたんですけどこのコロナ禍で開かれなくなっちゃって、うん、去年かな去年ぐらいからもう一回開かれるようになってうん、うん、今年去年ちょっと行けなかったので今年行ってきました、うん、えー、どういうイベントなのうんとねハンドクラフトギターって言ってるから手作りまあギターはほぼ手作りなんですけど <laughs> 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 ハンドメイド的な感じかと思ったあでもそう基本的にはそうなのよ要はるにギターのメーカーさんヤマハさんとかさ、うん 高峰さんとかそういうギターメーカーではなくて個人でギターを作られてる方々の展示会思想会みたいなのが年に1回ねあるんですよ大阪であったり東京であったりするんですけど東京の錦糸町で丸井の7階であるんですよ。 み、えー、さんっていう方が作ってるギターなのでみ、うん、ギターっていうんだけどみ、うん、ギターもその展示会に出されるということで、うん、ご挨拶も兼ねてですねちょっと久しぶりに行ってきましたへえどうでした久しぶりの楽しかったねええまあみんなねギター好きな方が集まりだもんねそうですそうです、うん、で、うん、やっぱりねコロ,ナコロナ前に比べると出展者も少なくなってたしそうなんだ集まった人たちも僕土日で開催されてるんだけどうん 土曜日はちょっと仕事がだったから行けなかったんで日曜日行ってきたんですけどうん、うん、なんかちょっと人もあなんか例年に比べて少ねえなっていう感じは<ー>イメージしてたよりも少なかった感じはしたあそうなんだ、うん、で逆になんか逆というかギターブースが少なくてウクレレブースがなんか広くなっちゃっててえそっちの方が人気なの今い ウクレレブームがきてんのかな、うん、だってギター制作家の方も一緒にウクレレ出してたもんあ本ほ、うんとにじゃあ多いんだねやってる人がそうだと思うウクレレすごく多いんじゃないかなでも私ウクレレ好きだなあの音色なんかちょっとハッピーになる柔らかいね,ね,、うんね あれギターじゃ出せないからね。南国っぽいね。そうそうそう。でもウクレレには出せない音ギターに出せますから。すげえ、ドヤ顔いや、ちゃうねん。あの、コロナ禍でギター買った人めちゃめちゃ増えたの。ああ、そうだよね。そう。自宅で過ごすのにね。そう。でも指痛いとか、音鳴らないとかで、やめた方もすごく多くて。だろうね。で、やめた方がみんなウクレレ行ってんのウクレレはだって柔らかいもんね、弦がね。そう。 える指もね本しかないから楽だしウクレレみんなシフトしちゃってさギター人口減ってんのよウクレレってさギターみたいにさんていうのコードそう分かれてる線あるっけ何線ってこのこのこのあ縦のやつ縦の線フレットねあるよあるんだあじゃあ本当にちっちゃくした感じかそうそうそうギターの1234弦だけって考えればいいうん そう、あのギターって六本あるじゃないですか。この五六弦なくして1、一二三四のこの四つだけ。へーあ、私もウクレレやろうかな。いいんじゃない、ウクレレで。ね、うん。で、ウクレレの場合には、こう、こういう感じになるから。<う>ここでいい,のい,いね,いいねい。いいよね。ウクレレ弾きながら歌えたらいいよな。いいと思いますよ。うん。 うんこんな感じですええちょっと欲しいものリストに <laughs> ウクレレ,レ <laughs> いや安いやつはたくさんありますからそうなの、うん、ちょっとあ,あのどれがいいのか聞きますわいいっすよ全然お答えできるんでウクレレウクレレもソプラノウクレレとか、うん、オーケストラモデルとかってあるからる大きさが違うのよへえ普通 になんかよく弾いてるのは、あれは。普通が分かんねえんだって。例えば小錦さんが弾いてる。あれソプラノじゃないかな。でも小錦さんは体大きいからさ。あ,そこのあの、その対比で、あれは。あれは、あのソプラノなのか、何なのか、わかんねえ。ちっちゃく見えるもんね。そう,そうなんだ。よくなんかさ、シンガーソングライターのさ、女の子とかがさ。弾いてたりするじゃない。意外と。グランドオーケストラモデルとか、そっちの方を弾いてる人が多いと思う。 ちょっとウクレレが大きいんんですよ大大きいんだ大きいいだことでなんか音が変わるってこと、うん、ちょっと太くなって低,く低い音が出るようになるやっぱり、うん、でソプラノの方が、うん、カランカランカランだく要するにこうこういう音が鳴るのかこういう音が鳴るのかでもそっちの方がウクレレっぽいよねこっちの方がウクレレっぽい、ね、ウクレレっぽい、うん、ソプラノの方がいいんじゃないですかいいいと思いますよ まあでも安すぎるやつはねあのペグが弱くて全然チューニング合わないとかするからある程度のものは買った方がいいと思いますギターと一緒でいくらぐらいするんか3から5は出した方がいいと思いますかい,い 1>, 1万で僕は一万とか1万以下でも売ってるけど、うん、もうウクレレやってる方は絶対知ってると思うけど、うん、そこら辺のギターじゃねえよウクレレ買うとチューニングが合わねえのよほ、うんとにすぐずれちゃうずれるし、うん、まず回んないこれがえそうなの、うん、どんだけ硬いねんっていう そうなのバカになってるからここがやばいねペグがうん本当。もうできないじゃん不良品と言っても過言ではないねそうだよねえじゃあちょっと来年になっちゃうかなじゃあウクレレ始めのおっと自分で買うんじゃねえ今のは自分で買う気ねえな欲しいものリストでもそこでウクレレ持ってきたらさ俺とセッションできるでそうだよね早めにやりたいなそしたら欲しいものリストじゃなく自分で買えや <laughs> でもねやりたいの結構あんのトランペットもまたやりたいし持ってんのトランペット小学校の時やってたお<ー>でも持ってないあのス,ピスピーカーじゃないマウスピースは持ってるおなんでトランペットでマウスピースがあんだろう 全員でブラスバンドをする学校だった,学校だったの、うんうん、私はトランペット担当だから、うん、代々引き継がれてるトランペットを吹くのよはいはいはい、はい、ででマウスピースは自分のものだからそれにあの先輩から6年生から5年生が預かってそういう式典もやんのね、うん、預かりの式典もで自分のマウスピースを入れて吹くっていうへえマウスピースだけ持ってるトランペットってマウスピース使うっけかあるんだよ あ、そうなんだマウスピースって言うんだっけこれ知らんけれどもなんかトランペットってこう口をハリセンボンのように膨らませてさそそそうううそうってやるイメージがあったから口を当てる部分があるんだそうあるのそこパンって抜けるのへえそうクラリネットとかはさマウスピースあるじゃないマウスピースないと絶対に吹けないからあれはさあれはね平らなんか下に乗せてね吹くんだよね そうやってたこともあるからセッションしようぜいいの私のトランペットはうるさいよ多分まあ俺のギターの音負けるだろまだ遅れるの方がいいかもしれないまあでもそうそのねハンドクラフトギターフェスに行ってきていろんなギター触れたんで楽しかったですよかったね8本ぐらい弾いたかなあ弾けるんだ試しでそうそうそう基本的には70万オーバーがほとんどですね50万もあったけど だいたい50万以上のものを無料で弾けるのででもいいギターってそうなんだよね,そ<う>ねだからそうそうそう傾向もわかるし今流行りの傾向とかもわかるし一点物とかなのやっぱりその人が作ってるものあもちろんもちろん,ん一点物だし、えー、とこういうモデルを作ってほしかったらこのモデル作ってくださいとかあもうカスタマイズそうそうそうここに展示されてるギターで、うん、形はこれでいいんだけど、うん、木材とか変えられませんかとかへえ<ー>そういうのをこうそこのルシアさん 相談してじゃあこれで注文お願いしますとかってやる場でもあるへえウクレレもそうなのウクレレもそうだよそういうとこはねじゃあだからそういうとこのウクレレはあの1万2万ではない桁桁が1個上に上がる今ゼロが増えるゼロが増えるあじゃ無理だなでも結構注文入ってたねすごいねで女性の方が多かったやっぱウクレレはそうなんだ いやウクレレの方がなんか可愛いもんね、うん、持ってていいと思いますよやってみたらどうでしょう。やってみようかなそんなちょっと僕は自分の趣味の話でございました、うん、いいじゃないの トムちゃんは最近何かありました私あのこの間あのお相撲のね田子、うん、の裏部屋、うんまあ、お世話になってる部屋なんですけどの千秋楽パーティーで私初めて歌わせてもらったんですよ。ほうよかった、ね、いつもね二次会で歌うか、うん、あと司会が多かったの。僕、うん、初めて歌わせていただいたんだけど親方、まあ、とはタ子の裏部屋ができる前鳴門、うん、部屋っていうところに親方いらっしゃったのでその時に親方の就任パーティーで歌ったのが。 出会いなんだけど、うん、それがもう11年12年経つのね、うん、それで初めて歌わせたって,ってもらったっていう、ね。へ<ー>でさあの講演会長とかさお偉い方が多いじゃないですか。で、お仏壇の長谷川さんとかね <laughs> お仏壇の長谷川会長とかもうすごい方がいらっしゃる前で歌うのがすごい緊張で。うん なんかいつものステージとは違う緊張感がすごいあって久しぶりにあの上唇が歯茎にくっつくなんか口の中が乾燥しすぎちゃって <laughs> 緊張でわ <laughs> かるわかるわ <laughs> かるでしょ <うん S 1> でいやそのぐらい緊張しちゃって最初になんか「皆さんこんばんは」みたいな「5月所お疲れ様でしたうんうんシンガーソングライターともめですよろしくお願いいたします」って言った瞬間何言うのかパッて真っ白なの頭の中が珍しいね超珍しいっしょ、うん そんぐらいなんかね、緊張する場だったんだけど。いつぞやのクリスマスディナーショーみたいだな。あ,あれはね、あれやばかったよね。<laughs> あ,あれ久しぶりのイベントでしょ <laughs> あれやばかった。<laughs> あれの話はいいや <laughs> いい,よい,いよあの話はいいわ。ひどかったから、あ、はいつどうぞ <laughs> でなんか、<laughs> 真っ白になって、<laughs> うん、どうしようってなるじゃん。 焦れば焦るほどさ出てこないのよ。ねうん、かだからとりあえず落ち,つか落ち着かせようと思って適当にね、うん、お話を続けてたら、うん、ちょっとどん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 戻ってきて<う>だからもう一回自分の,その軌道修正して戻ってなんとか歌ってきたんですけど<う>焦ったね。<laughs> <瞬間 S 1> <laughs> <laughs> めっちゃやばいみたいななんかなんか10 20年前ぐらい違う十何年前ぐらいのなんか初めて舞台に立った時を思い出したみたいな <laughs> クリスマスでィらっしゃった一緒やな <laughs> <laughs> やばかったでもまあ,あの結果オーでよかったよかった歌の方もかなり褒めていただきましてああよかったよかったこんなうまかったんだねみたいな言っていただいて <laughs> はいトークもよかったってすっ <laughs> 飛んでたのにねすっ飛んでたけどそこからの軌道修正がああよかったガチコーンってはまったから結果オーライってやつだ けかなり結構来だった。よかったね。もう気持ちいいぐらいでしたよ。<laughs> あ、よかった。それよかった。むしろよかった。え、そんぐらい緊張するときない口パッサパサ、なんか喋るとき口パッサパサになっちゃうみたいな。うん、もうない。ないのもうない。緊張もしない中内くん。緊張するよ。うん。緊張はしてるけど、ある程度の緊張ぐらいかな。そうなんだん。めちゃくちゃ緊張してやべえなってときはもうないな。 そうなんだ、うん、いや私は毎回結構緊張してるなあのねまあこれ人により考え方があれなんだけどうん、うん、ライブやる時もそうだけど人数が多くなれば多くなるほど俺は緊張しないタイプであ私もそっちそっちだね、うん、で今日はああいう人来るからちょっとしくじれないよみたいなことをプロデューサーとかマネージャーからとか言われたりするじゃない、うん、ガン無視うん。うん のタイプです、僕は。なるほどね。考えないね。考えない。へっていう感じで、過ごしちゃってる。そうね、そうね。私は考えるかな。あそこを盛り上げてとか、あとこのキーワードを絶対入れてとか言われるじゃん。ああ、言われるね。あの、MC トーク。言われるね。それが人の名前だったりとか。ああ、そうね。そう。普段自分では言わないような言葉が、出てくるキーワードで設定されるのよ。ああ、なるほどね。それを、 絶対はないとっていう、それを直前に言われるから、なるほどね。自分が考えてきた MC の中に、崩されるわけだよねそう。入り込まなきゃいけなくて、<ー>そういうのもまた緊張に変わるっていうか、ああ、君、偉いわ。<laughs> 偉いと思う。本当に偉いと思う。もしくは、俺がそういう現場を多分まだ数こなしてないからかもしれないけれども、な、うん何か言われても、うん、はいと言っときながら、無視して、うん、<laughs> やばい <laughs> マジか無視してることがほとんどだと思う俺そうなんあの共産とかさそういうのが入ってる場合にはちゃんと考えるよでも俺そういうの少ないから基本的に自分で主催が多いからこういう方来るからって言われても分かってます分かってますって言っときながら多分左から右に抜けてる俺うん確かにそうだよね呼ばれてそのステージをすると自分でステージをするだ全然違うじゃない うん、そうだよね。ちょっと一回やってごらんよ。いや、何回も経験はしてるけれども、<laughs> 経,験は経験はしてるんだけど、俺多分ね、<laughs> ダメだと思う、それは、俺は。多分無視すると思う <laughs> <laughs> あかんな俺、俺。でもまあいいんじゃないその、自分のさ、あのそのそ歌の世界、音楽の世界でのやっぱステージがあるわけだから。そう、うん。それはいいんじゃないその、今のスタンスで。 ある程度感謝したいとかねお世話になった人の名前とかはね、うん、ちゃんと間違えないで言うと思うけど、うんね、急に言われたところでなんか自分のステージ崩されるのがいいだから特にあのステージ横にいる時になんか言われたら「大丈夫っす分かってます」って言う方は基本無視だと思ってください、うん、<laughs> 分かった <laughs> 多分今後そういう場面が増えてくると思うけど分かってますは分かってないってこと <laughs> そうそうそうあ中内から絶対無視してるわと思った方がいいと思う。<laughs> <laughs> 了解 <laughs> そう考えますわ、はい、だから俺はあんま緊張しないです <laughs> ずるい <laughs> でも私は緊張しないとダメな人間だからステージがある程度なそうねそれは一緒ですね緊張した方がいいステージになるからなるからねそうそれはねちょっとと心得ていきたいと思いますなので皆さんぜひそういう失敗談とか体験談を、はい、教えてほしいねねなんか 上唇が歯茎にくっついた <laughs> そんな経験はなかなかねえだろ <laughs> エピソード教えてほしい <laughs> あったらぜひよろしくお願いしますせせらナイトミュージックはいではここでリスナーさんからのお手紙コメントいきましょうはいえー、パティシエのしみちゃんおありがとうそうですね面白い感じでしたこれ多分あれかなタオさんのメッセージにコメントを一緒にくださってんのかな 収録を見に来た時にそう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 あの友よちゃんと俺と前前回かな、うん、すごいちっちゃな男の子がさうん、うん、見てくれたのあったじゃない写真集撮ったんねそうそうそうでタオさんがそれになるほど観覧しに行った際はこんな感じになるんだねそれタオさんの顔を入れたんじゃないそうね<え>そうタオさんの顔こう,こういうのが入ってるんですけど、うん、<laughs> でシミちゃん何回も来てくれてるからうん、うん、それにそうですね面白い感じでしたって来てますねでシミちゃんなんだっけ 鳥、鳥箱って言ったっけこの箱のことなんで。鳥かご鳥かごか。鳥かごにいる、でやってるみたいな。あの、ハリボテみたいな感じでしょここに壁だけがあって、こっちが何もないと思ってたんでしょ部屋です。ちゃんと密でございます。ちゃんと部屋です。そしてタオさんね。えっと、姫の好きなバイオハザード。バイオハザードとかけた多分そうですね。バイオ。 梅雨のハザードそれをただのハザードマップなんじゃないかこれ梅雨ハザードってやばいそしてミクシー名前に記憶あるけど使ったことないですだそうですタオさんはそうなんだミクシー面白いな見返すとお結局見てねえやま見てないの家帰ってあの後ミクシーって検索してパスワードとメールアドレスやったんだけど結局入れなくてやっぱりね一回入れなかったから諦めちゃったうんそりゃそうだあと BTB 溶液をタオさんが出してくれてます

これちなみに別の溶液とかもあるのよ。酢酸水溶液とかさ。いろんなのがあったりとかするんですよ。あの、でんぷんが入ってると赤くなるとか、二酸化炭素が入ってると白く濁るとか、いろんな水溶液はありますね知らない。だから BTB 溶液は、えっと、酸性中性アルカリ性だけですね。懐かしいこれ何え、BTB 溶液。一生懸命黄色にしようと思ってさ。うん。 はじめ無色透明だからもう黄色にしようと思って先生に怒られるんだけどうん、うん、一生懸命太うであの b t b 溶液に息吹き込むのブってえすると二酸化炭素が人間って吐き出すじゃない、うん、二酸化炭素って水に溶けていくと炭酸水になるから,うんから酸性になるのよえー、そうだから一生懸命ブルブってやってると、えー、だ,んだ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 ん黄色くなってくるへえー、炭酸水になるのそうだよ 入れると、あのそんな簡単には炭酸水にはならないけど、<ー>我々が飲んでるいわゆるあのね、ウィ、うん、ルキンソンとかさ、ううん、炭酸水あるじゃないですか。うん、あれは水に二酸化炭素をめちゃくちゃ溶かしたの。そうなんだ。そうすると炭酸水になります。へへへへへ。多分ね、世の中の9割の人が知ってると思います。<laughs> マジか。ええ、大丈夫。あの世間知らずと書いて友よと申します。<laughs> <laughs> それ使おう世間知らずと書いて「友」よね。はいはい ということ、いうことじゃないけども、<laughs> 皆さんからのお便りやコメントはいつでもお待ちしております。はい。番組へのお便り、歌ってほしい曲のリクエストは、メールアドレス、セセミゅー0220ラットマーク、gmail.com です。sesemyu0220 ラットマーク、gmail.com、e。ツイッターをやられている方は、セセミゅーですね。<laughs> アットマーク、セセミゅーでつぶやいてください。そうするとこちらにメッセージ届きます。よろしくお願いします。ラギナイトミュー。ジック はい。では次のコーナーいきたいと思います。はい。続きましては、お口直しのお時間です。はい。このコーナー、今日のお題でございます。<い>えー、お題、本日私、友恵をお持ちいたしました。うん、今日あの、千秋楽パーティーの話を冒頭にしましたが、うんしたね、今、ネットフリックスで、大人気のドラマ、相撲のドラマあるの知ってます知らないあるんですよ。サンクチュアリ、聖域っていうね。<laughs> 結構ランキング3位とか。一時一1位だった。へぇー。よかったら見てみてください。めちゃくちゃ面白いよ。なんかサンクチュアリって聞くとどうしても聖域と聖しか出てこないんだけど。そうなのそうなんだけど。サンクチュアリが性域って意味なんだけどね。そうだよ。そうなんだよね。そうなんかね。土俵の意味なのかなもしかして。性域だから。そう、あの、大相撲の性域っていうことなのかなきっとね。だと思うよ。なんかちょっとあの、やさぐれちゃったヤンキーの男の子が。ああ、なんかちょっと見たことがある気がする。あの、 中身は知らないけど、そう、親友みたいな感じで。そう。あるある。そう、相撲の世界に入って、うん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 。成長していく姿。はいはい。結構感動しますよ。ネットフリックスうん、ネットフリックス限定でやってる。これ、加入してないやん。だから、それがやってるから、今、相撲ブームなのかね。ああ、かもしんないね、もしかしたらね。うんうん。すごい、なんか、お相撲のお勉強にすごいなる。あ、なるほど。うん。あ、こういうことなんだ、とか。うん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 あそこにはそうしちゃダメなんだ、とか、結構ある。 あとタゴの裏部屋の,あの関係者が出演してるみたいな。よかったらね見てください。ということで本日は<い>お相撲3択クイズこれウクレレ買ったらともちゃんこれやってよ。あやりたい。これ、うん、でねそ<う>でせーのでやるってことそうあ。いいねいいね。簡単だから分かった。それじゃあ最初に覚えよう。うん、すげえ簡単だから、うん、やってください。OK。 ではいきたいいと思います、はい、1> 第1問 <music> 相撲発祥の地と言われている都道府県はどこでしょうかわ、うんはあ、かんねえ相撲はわかんねえな 1, 1東京都 2,、うん、2長崎県、うん、3島根県あ俺の感覚はね東京じゃないのよやっぱ西の方なのよそうなんだうんどうなんだろうな 日本の国技にはなってるけどなぁ。長崎な気がするんだよな。島根で。島根県。はい。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。よー、すげーすげーそうなんです。島根県なんです。ちょっとこの後漢字多いんで読んでもらっていいですかなんで俺が読むのさ、<laughs> おかしいでしょうよ。相撲発祥の地と言われているのは島根県です。古事記に示されている神話には、 国守りを迫る、んうでしょう守りでいいのかなこれな。うん、えー、竹見和に、お、これあれだわ、今日あれだわ、<laughs> あの、噛,み噛む会やったら大変だわ、全部カタカナやん。最悪。竹見和地に大国主のこの竹見中田が意を唱えて稲佐の浜で力比べを挑んだというものがあります。<laughs> また、水時天皇、水時で言ったと思うんだけど、水時天皇の時代に、出雲の、出雲の飲みのすくねと、対間のけはや。わ <laughs> かんねえ、これよ <laughs> 全然入ってこねえ。<laughs> 全然入ってこねえ。対戦したという伝承も残っています。これらの伝承から島根が相撲発祥の地と言われてます。知るか <laughs> 島根県で残ってんだろうね昔のね書にね残ってるのねちなみに俺が考えたのは「古事記」で日本の国というのは出雲から出来上がったという古事記があるんですよへえ日本の国の発祥はねだから相撲イコール国技だから島根かなあっていう思ったのそうなんだあとモンゴル相撲っていうのがあるから渡来人とかが持ってきたのかなと思って長崎かなと思ったの対馬のねああなるほどうん あ、それ、引っ掛けだったんだね。そう。でも、国技だから、いや、どっちかなと思ってしまうのを選びました。なるほど。はい。正解でした。おめでとうございます。で,すでは、次いきます。第2問。2> <laughs> さっきの書いてある全然頭の中に入ってない、ね。<laughs> 全く入ってこなかった。<laughs> 全く入らない。なんか、呪文みたいだった。うん。で、いきます。この中で、現役の力士が、禁止されているものは何でしょうかはい。1>, 1、エナジードリンクの摂取。ほう。2、 運転、三、うん、舞台鑑賞、二、運転、運転、してるの見たことがありません。え、そうなの？うん。正解は当たっただろう。運転です。ほら、<laughs> <laughs> 私これ外したな。そっかー。 現役の力士は運転が禁止されています<う>かつて現役力士が交通事故を立て続けに起こしたためです、うん、多分飲酒運転じゃないかなそれええー、死亡事故まで起きたでしょうん。多分飲酒だと思うよそこからね原則禁止となったそうです、はい、ただし免許の取得は許可されているためほうほう自動車学校に通うことは許されています引退した後運転できるってやつだねそうだね、うんまあ、若い時にも入っちゃうからね、うん 部屋にね,ねそうだよねなるほどねすげえこの難しい問題を2問連続立ててますすごいない、うん、ではいきます、はい、第3問相撲の禁じ手過去反則技はいはいくつあるでしょうか13個28個323個23個ファイナルアンサーイエス残念クソ 16? 8個です。八個じゃ言い方少ねえな。はい。もたとると思ってた。握り拳で殴る。はいはいはい。髪の毛を声につかむ。はいはい。目また水打ちなどの急所をつく。はい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 。両耳を同時に両手の手で。はい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 。パンってですね。手のひらで。猫だましみたいなやつな。そうそうそう。前立蜜をつかみ。何、前立蜜 わかんないおつかみまた横から指を入れて引くああれかななんだっけこれ回しかなあ、回しうんみこし間違えたあと喉をつかむはいはいあ、喉はダメなのねあと胸と腹を蹴るうん指を持って折り返すうん、はい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 このやつがダメらしいですへーあれでしょしょっきりとかで使われてるやつでしょなのかなうん、しょっきりでほらこれダメよって使うじゃないうん コメディみたいな感じでやるやつあるじゃないもっとたくさんあるかと思ったら8個なんだね。8個なんだね。じゃあちょっとどんどんいきましょうかね。はい。次最後になっちゃうかなそうだね。えちょっと面白いの2つあるんだけどな。もう1個はこっち行こう。では第何とかもん。ひどい。回しつけてますね。回しはい。どの程度の頻度で洗っているでしょうかほう。1。洗わない。2。 1週間に1回おっ3月に1回 1> なるほどこれは難しいな個人的には1週間に1回洗っててほしいんですけど、うん、そうですねはいそれで 1>, 1週間に1回には2はいはい、残念違うんだ洗いませんマジか 洗濯をしない代わりに土を落として天日干しをします、うん、これには水に流さないという原活ぎの意味があるそうです<ー>回しは洗濯できない素材なんだって洗うと生地が弱くなっちゃうらしい<ー>そういう理由もあるそうです<ー>知らなかったね知らねえちょっと面白いね面白いそれ。まだあったんだけどね、まあ、また機会がありましたら次回に持ち越してもいいですよそうしましょうか、はい じゃあ楽しみにしていてくださいね。はい。はい。ということで、本日はお相撲3択クイズ。皆さん何と、何問当たったでしょうか <laughs> 次回のクイズもお楽しみに。い<っ>はい。では、次のコーナーに行きたいと思います。続きましては、パスタのお時間です。 はいこのコーナー「今日の一曲」ということでその時の私たちからのおすすめの曲だったりリスナーさんからのリクエスト曲にお答えする時間です<い>今日はこれもリクエストですねいただいた曲でございます、うん、まずは聴いていただきましょうかねはいえでは聴いていただきます井上陽水さんで <laughs> 誰井上陽水さん a メイクアップシャドウ」

魅力のようミルクの粒子の青いシャドウに二匹のヒのサファイアルビーのあの口づけ姫ごとに Makeup s シャドウ w ありがとうございますなんか私鳩時計になったような気分だった今 <laughs> 最後でしょ <laughs> 最後でしょ <laughs> すごい鳩時計の気持ちだった面白いねこの曲ねね本当にこれ結構前の曲だよねだと思う 生まれる前かもしれない。かもしれない。あの、うちの親父がですね、井上陽水さんは本当大好きなので。うん、そうなんだ、うんあの。まだカセットテープだった時に、うん、あのうちの親父の車の中であの、ダンスはうまく踊れない。っていう曲があるのあ、知らない、うん、ダンスはうまく踊れないってやつを知らない今のカットでお願いします。<laughs> <laughs> 知らない。歌がうまく歌えない。 <laughs> え知らないし初めて聞いた <laughs> っていうのがあるんですちょっとおしゃれな感じの曲があるんだけど<ー>あのちっちゃい頃はちっちゃい頃とか4歳とか5歳ぐらいの時によく聴いてて、うん、あそうなんだ<う>あお父さんがよく聴いてたからねそうその曲だけはずっと頭の中に入ってたんだけど、うん、そうなんだこの曲知らなかったんだよねえメイクアップシャート知らなかったのいやあのー、子供の頃とかでも2俺この曲聴いたのね、うん、結構最近30入ってからじゃないかな マジで最近だね、うん。そう。全然知らなかった。そうなんだ。うん、で、全然聴いてなくて、この歌リクエストでもらって、うん、誰の曲だっけこの曲。なんか聴いたことあるなぁと思いながらも全然思い出さなくて、で、そう、ともりちゃんに聴いたのよお。あ、そうなんだ。あ、井上陽水さんだっていう。へぇ、そうなんだ。こっちの方がでも有名よ、ね。有名だと思うよ。私が知ってるぐらいだから。うん。 へしかし俺この,この曲ね、うん、メロディー結構好きなのよ雰囲気とか結構転調があるから面白いね面白いんだけど、うん、俺歌詞の意味がいまだによく分かんねえんだよれ結構言葉遊び多いよねこれね言葉遊びの曲だよねこれねだって、ね「デートの雨それはメルヘン」ハン「<laughs> ハードレイン」どういうこと <laughs> 彼氏を待ったり彼に出会ったり、まあ、メルちょっとよく分かんないよね<そう> <laughs> 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 あと「ランブリングサマーシャドウ」ってどういう意味なんだろうねその「サマーシャドウ」ってなんだろうな,な夏影でしょ夏影だ,だから夏の影、うん、ランブリング愛しい夏の影なのかなで俺この曲何回聴いた時に陽水さんがエレキギターを持って歌ってるやつを YouTube でよく見てたから結構なんか。 夜のイメージなんだやっぱり。あ、私もそう。夜だな。昼間じゃない。クラブ街のさ。ちょっとお酒が入ってる感じする。そう。うん。ビールじゃないのワインなの。ワインとかウイスキーとか。そう。あのロック。あ、わかる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 。うん。そっちのイメージなの。うんうんうん。そうだね。ちょっと踊り狂っちゃってるようなそうそう。で結構雨という言葉がこれ結構あるじゃない。な何気に。うんうん。 どういう雰囲気かなってこう考えていくとさ、うん、俺の中で最終的にたどり着いた雰囲気が、うん、あの、笑うセールスマンのさ。ああ、ぽい <laughs> あの、最初幸せってその後のね。そう。落とし穴にはまるぐらいの。そう。あの最後、あの方がこう、へへへ っていうんだからこ歩いて帰ってくあの街並みがどうしても抜けなくてそうだね俺もこの曲聴くあのコード太っている時にもこれ絶対「笑うセールスマン」のあのあそこのイメージが出てくるなと思って出てくるほんとだでもすごいねそれを想像させるってさ確かにねこの曲うん面白い俺は「笑うセールスマン」のイメージがもう定着しちゃったの言われてみればめっちゃわかるでしょ分かかちょっとバス絵のさ感じがあったりとかするのさすごいわかる さ最後のお菓子だって2匹のヒョウのサファイアルビーのあの口づけだよ2人の男女が多分豹ヒョウのようにもうんかす,すっごい口づけを交わしてるいるそういうことだねでしょうむさぼり食ってんだねすごいよサファイアルビーはちょっと意味わかんないわかんないけど <laughs> どういうことなんだろうきっと激しい夜なんだろうね <laughs> すごいんだと思う激しい夜なんだけどサファイアルビーっていうのがちょっとわかんないんだよ俺もうそうだよね なんか爽やかになっちゃうんだよ、サファイアルビーって聞いちゃうと。そうだね。笑うセールスマンのはずなのにね。そうなのよ。確かに。いろいろね、想像と妄想が繰り返されるんですよ、うん、この曲。いや、謎が多い。そうなの。そこをなんかネットとかで多分調べたら出てくるんだろうね。こういう思いで作った曲ですみたいな。歌詞の意味ってやつをね。うん。何も調べずに聞いてみると、いろんな想像ができますね。できるね。いや、ある意味面白いわ。そう、面白いんですよ。うん いいいいねいいねそして陽水さんがエレキギターを持って歌ってるのが俺の中では結構新鮮でアコギなじゃないのこれエレキよへえストラト持って弾いてるんですよ弾いてるんだそう後でメイクアップシャドウで調べてみ調べてみようすごい若い陽水さんがへえ立ちながらエレキでこう,こう弾きながらこうそそ<ー>そうううやってるるのやってるへえちょっと見ようかっこいいねはい えー、ということで本日はそんなリクエスト曲、うん、井上陽水さんの「メイクアップシャドウ」歌いわせていただきましたリクエストありがとうございますありがとうございますでは次のコーナーいきたいと思いますはい最後はデザートのお時間ですはいやってまいりました「クイズコーナー」はい先週のクイズの答え合わせ 先週のお題は何だったっけ友よ、えっと、が来年の誕生日にあーそうだそうだそうだやりたいと言っていたことですねそうで今年の誕生日中内くんがしたことそうだねなんでしょうか欲しいものリストを作るうんぜひ来年やりますんで皆さんパソコンよろしくお願いしますなんで欲しいものリストにその高いものを入れるんだ <laughs> 本当にいいじゃない安いのも入れるから <laughs> <laughs> 言ってることがおかしい高いものを買ってもらうために安いものを入れるみたいにしか聞こえない俺には欲しいものリストなんだから自分の欲しいもの入れてくきなさいちゃんと以上の欲しいもの入れてるんだかそうだな確かに純粋純正よ純粋になそ、ね、欲しいものしか入れないから確かにな選ぶのは皆さんですからねどうしよう10万以上のものしかなかった <laughs> それはさすがにないですよね そんなそんなひどい子じゃないそうだよね、うん、お高い子だなと思われますよ、うん、そうだよ、うん、鉛筆とか入ってるかも <laughs> <laughs> 意味がわからない鉛筆は使わんなさすがにははい。うんはい。ということで告知タイムですねはいどうよ、えー、来週ですね6月の24日、えー、東京杉並区ですね、うんえー、ラストギターさんのところでアコアドの部屋というイベントワンマンライブやります、うん、そしてその一週間後7月の1日千葉県新松戸にありますコワーキングスペースフラットさんでワンマン ライブがございます<え>そしてその2週間後7月の15日僕のふるさと千葉県朝日市ペパーミントさんでワンマンライブがございますぜひぜひ遊びに来てくださいよろしくお願いしますイ はい、えー、ちゃんはい、えー、YouTube ですね TOMO アンダーバー YO で「ともよチャンネル」こちら歌だったりトークだったりミスワインとしての活動をアップしております<い>日本ワインのことねまだまだ知らない方が多いのでぜひ少しでもねお勉強になったらいいなと思います、うん、やってください,い、えー、そして YouTube ルミトモ TV こちら毎週日曜日お昼に放送しておりますバラエティ番組ですちょっと嫌なことあったな笑いたいなっていう時とか そういう時とかね、ぜひ見ていただけたら嫌なことも吹っ飛ぶんじゃないかなと思いますので、よかったら見てやってください。うん、よろしくお願いします。さあさあ、今日も終わりが近づいてまいりました。い早いですね。ね週間終わっちゃうのね。また来週もね、頑張っていきましょうね。 この番組では番組スポンサーを募集しております企業様または個人様匿名希望でも OK ですお店や商品など番組の途中途中で告知や宣伝を実施いたします、はい、お申し込みお問い合わせはメールアドレスインフォアットマーク数字の 892FM.com info アットマーク数字の 892FM.com ですファックス番号もございますファックス番号は043-4415592 ゼロ四三四四一五五九二までお待ちしております。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ湿気の多い時期ですけれども、お洗濯とかね、乾かねえ。んだよ、ね、困る時期ですけど、本当にちょっと酸っぱくなる臭いがさ、そうね。なんかそういう時は新聞紙をね丸めてたくさん置いてもらって、<laughs> いや除湿機使えや。回足 <laughs> <laughs> らねえ新聞紙が。<laughs> 髪の無駄かもしれない。無駄遣いになる。資源の無駄や。そうね。そうですね。それはちょっとやめていただいていいつゆを超えていきましょうね。いいつゆを超え。言葉に詰まって無理やりつなげるのやめてください。なんかじゃあいいこと言ってよ。いいこと？え？皆さん頑張って髪の毛をクルクルしながらつゆ乗り切っていきましょう。そうだね。クセ毛メンバーで頑張りましょう。そうです。はい。クセ毛メンバーのライブやりたいんで。やりましょうね。はい。みんなクセ毛ね。 それでは皆様今週もお疲れ様でした、はい、来週もクセッケでお会いいたしましょう君がわからんわ <laughs> 友よと向井貴男でしたやおやすみなさい